キッカーズ、つながる思い。はい、というわけでね、今週もキッカーズ始まりました。いかがお過ごしでしたでしょうか、ね、というわけで、今日も都内某所から、お届けしたいと思いますので、30分お付き合いのほどよろしくお願いいたします。さて、この番組では、メッセージの方を募集しております。メールアドレスは761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp、 ファックスの方が098-934-8653 934-8653でお待ちしておりますので、どしどしお寄せください。なお、YouTube の方でもね、動画配信をいたしておりますので、またそちらのコメント欄からの方もね、ご参加の方をお待ちしておりますので、よろしくお願いします。というわけでね、キッカース始まりましたけども、今週というか最近ね、だいぶこの何でしょう、秋っぽくなってきたなと思う朝夕ですけども、昼中はね、まだまだちょっと暑かったりしてね、いつ、沖縄でね、わかんないですけど秋になるんだろうなと思いながら、でもね、ちょっと風がね、肌触りがちょっと冷たくなってきてるので、やっぱりもう秋、暦の上ではね、ディセンバーって言いました秋なんですけども、だいぶ過ごしやすい季節になってきましたんでね、体調の方もね、ちょっとやっぱ昼間はね、まだまだ熱中症とか気をつけなきゃいけないですけども、朝夕はだいぶ過ごしやすくなってきたと思いますので、食欲の秋に、読書の秋、いろいろな秋がありますので、皆さんどんな秋を、お過ごしでしょうか。また時間がありましたらね、お付き合いください。というわけで、最近のヒットニュースってわけじゃないですけど、ちょっと良くないニュースね、TOKIO の山口、元 TOKIO の山口くんでしたっけ、山口さんっていうのかな、がね、酒気帯び運転で、逮捕というか検挙されたんですけども、TOKIO をね、離れるに至った原因もお酒にあったので、いろいろ厳しいかなと思いますけども、今ね、芸能人ではないですけども、やっぱり元芸能人っていうだけでね、これだけメディアがね取り上げるので、かわいそうではありますけども、法律は法律、いけないものはいけないものなんで、毎回同じですけど、いけないものはいけないものなんで、より深くね、反省していただいて、今後ね、ちゃんとした人生歩んでいってもらえると思いますので、またそれはそれでね、応援していきたいと思います。あとね、なんといってもね、僕はね、好きなスポーツで、毎回言ってますけど、サッカー、テニスとか好きなスポーツがありますけども、サッカーで言えばキングカズですね。もうね、このキングカズが、53ですかね、54に近いのかな。でね、やっぱり J1 でプレーしてるっていう、これすごいですよ。50いくつというか、僕なんかもそういう年齢なんですけども、シニアの方がね、フットサルやったり、サッカーやったり、他のスポーツもやられてる方は、多々お見えになると思いますけども、やっぱりこういったの、サッ
かとか、まあ、激しい、まあ、スポーツでね、あの53、54になってね、やっぱ現役でやっていて、しかもあのプロのね、J1、まあ、日本では J1 で一番上なんで、 J1 でやっているね中でやってる、プレーしてるってやっぱすごいです。で、まあ、キングカズはやっぱり僕の中ではやっぱりね、その今言いましたの J1 を、盛り上げたもう人と言っても過言ではないと思っておりますので、もうね今はね、やっぱりこう年齢的にもフィジカル的にもね、あの日本代表に呼ばれて、ワールドカップに出るっていうのはなかなかまあまあまあ、厳しいとは思いますけども、やっぱり日本のサッカー界をこれだけ、まあ、押し上げてきたのは、あのカズという名前を外しては語れないとは思いますので、まあ、まあ、他のスポーツでもね、いろいろあの、まあ、年齢いっても頑張ってる方もお見えになるので、もうキングカズだけをあの称賛するわけではいかないかもしれませんけども、やっぱりこれだけのサッカーというスポーツの中で、53という年齢で本当にまだまだ現役をやってる数はやっぱりすごいと思います。で僕もね、あのフットサルとか、やってたんですけども、もう今ちょっとあの何年か離れちゃってますけども、その時によく口走っていたのが、まあ、口走ってるっていうふうに言ってたのが若い子たちに言ってたんですけど、まあのまあ、プロでももちろん何でもないんですけども、こういうフットサルをね、続けてきてて、でもし辞める時はあのキングカズが引退したら俺もフットサル辞めるなんつって言ってましたけども、まあ、本当にカズさんにはこれからもね、何度か、まあ、の個人的ではないですけど何度かお会いしたことあるんですけども、はい、やっぱ素晴らしい方だと思いますので、頑張っていってください。はい、というわけでね、まあ、スポーツの話ですけども、まあ、あのね、テニスなんか全仏が今予選かな、もう始まってますので、今月末くらいから確か、本戦入っていくと思いますけど、はい、まあここでもね日本の選手ね、まあ、の大坂なおみさんはじめ日本の選手ね、何したっけ、日々の奈緒さんでしたっけ、奈良くるみさんとかね、日々の奈緒さんかな、誰かはこの前の試合でかなりいいところまで準決勝まで行ってたんじゃないかなと思いますよ。うん、いい成績を収めてたと思うので、またねそれをね全仏とかにまあ出れるのかな出れないのかもあるんですけど、もう頑張ってもらいたいなと思います。まあ、特にね大坂なおみさんにはね、頑張ってもらいたいなと思いますし、本当に毎回申し訳ないですけども、テニスで言うともう僕の一押しの、カサトキナロシアの選手なんですけども、もうこの選手に本当に期待してますので、頑張ってもらいたいです。全米か何かで結構、いいところ、それこそ準決勝ぐらいまで行ったんですけど、ちょっと、コート上でトラブルがあって棄権してしまってね、とっても残念だったんで、次こそはね全仏で、ね、ローラン・ギャラスでね、本当に優勝を狙ってもらいたいと思いますので、応援してます。頑張ってください。はい。というわけでね、ちょっと、一旦ここでコマーシャル入れたいと思います。スポンサーに、ベンチャー。楽しいイベント企画してます。エンジョイ沖縄ダブルギア。お問い合わせは 989-7088、989-7088。
エンジョイ沖縄ダブルギア。涼介よ涼介、満開八がやくれ。はい、うまおちぬそうがほい。そうよ、FM コラ 76.1 メガヘルツ超短、一平うむさんだ。涼介よ、あしや生からそうまずさに FM コラちちょさ。そうよ、涼介よ。楽しいイベント企画してます。エンジョイ沖縄ダブルギア。お問い合わせは 989-7088 989-7088。 エンジョイ沖縄ダブルギア。キッカース、つながる思い。はい、というわけでね、後半の方始まりましたけども、この番組ではね、皆様からのねメッセージを募集しております。メールアドレスの方はですね、761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp。 ファックスの方がですね、 098-934-8653 098-934-8653 でお待ちしております。なおね、YouTube の方でもね、動画配信の方をしております。そちらの方もね、どしどしどしと、お待ちしておりますので、お願いいたします。まあそういうわけでね、始まりましたけども、後半がね、ちょっと関係ないというか、ちょっとまあ僕の友達の話ですけども、まあちょっととあるね、にハマりまして、でハマったというかダイエットをやりだしまして、なんとかアップっていうんですけどね、 ライラップっていうか言うんですけども、それを、やりだしまして、見事に痩せましたね。うん、まあここからまだ最近3ヶ月ぐらい経ったのかな。でここからリバウンドしなければね、いいなと本人言っておりましたけど、まあ僕もね、ちょっとこれから、涼しくなってきたんで、ちょっとね、いつでもやれよって話なんですけども、涼しくなってきたんで、ちょっと運動してみようかなと思っております。まあ、あとね、前回もお話しておりましたけど、YouTube の方もね、いろいろ、まだまだこれからね、いろいろ取りだめてやっていきますので、その時はまたお話ししますけども、はい、まあ、それではまたよろしくお願いします。でそうですね、まあ、最近またまあ、巷でね、いろいろね、まあ、自粛やら第2波ら第3波らってね、ヨーロッパでは第3波みたいなことをやってますので、まだまだ割と自宅で過ごすことが多いんですけども、最近ね、珍しくね、まあ、洋画、レンタルしたりするんですけども、テレビドラマシリーズを、まあ、珍しいというか、久々に、本当に、何年ぶりだろうっていうぐらい借りたんですけども、タイトルがバッドウーマン。まあ、皆さんというかご存知の方も多いかもしれない。バッドウーマンっていうんですけども、バットマンのね、まあ、女性編っていう感じなんですけども、で、このバットマンの物語自体は、バットウーマンのね、ごめんなさい、バットウーマンの物語自体は、バットマンが、突然ね、その町からね、消えてしまうんですよね。その町っていうのは、ゴッサムシティっていう、まあ、バットマンを見たことある方なら、すぐお分かりになる名前なんですけども、で、そこのバットマンが消えて3年以上経って、で、その町をね、に新たにね、女の
人を主人公にしたバッドウーマンっていう、のが誕生するんですけども、これがなんとまあ、なんとというかの今回ね LGBTQ プラスキャラクターということでこのバッドウーマンが誕生したんですね。でこの LGBTQ プラスキャラクター、まあ、バットマンね、バットウーマンっていう新しいキャラクターだなと思って、で借りようかなと思ったんですよ。まあ、内容はね、まあ、そういうゴッサムシティをね、まあ、愛する人家族のために、まあ、ゴッサムシティを守る運命に逆らうというかね、まあ、いろいろ立ち向かいながら切り開いていく、物語なんですけども、まあ、LGBTQ プラスキャラクターっていうのも面白いし、またこのねバットウーマンの主人公のケインだったかな、ケイン役をやる女性は、まあ、女性というか女優さんは本物のレスビアンを使うということで、このレスビアンの設定なんですよ。これもまた面白いなと思って、で本物のレスビアンの方が、採用されて、このバッドウーマンっていう、まあ、ドラマが、誕生したんですけども、このマイノリティのスーパーヒーロー役にね抜擢されたルビー・ローズっていう方が本当にレズビアンで、まあいろんな海外アメリカではいろんなドラマにとかにいろいろ出てる方みたいですけど、まあ僕なんかはまだ勉強不足で なかなか顔なじみというかではなかったんですけども、まあ、とっても何でしたっけシーズン1を見させてもらったんですけども面白かったです。もうとても面白かったんですけど、まあ、皆さんよかったら見てください。でただね、シーズン2、まあ、コロナがあって来年か何かにシーズン2が、発表されるみたいなんですけども、その時にはこのルビー・ローズさんが降板、まあ、というか出ないっていうことで、まあいろいろ、まあ本人なりにいろいろ考えたんでしょうけども、ハマり役なんじゃないかなとは思うんですけど、やっぱ本人的には、まあどこか何かいろいろ、大人の問題なのか、わかりませんけども、シーズン2には出ないっていうことで、違う方がやられて、またこのバッドウーマンっていうシリーズは続くみたいなんですけども、また僕もまあ、日本でレンタル開始されたらちょっと借りてみてみようかなと思いますので、皆さんも、バッドウーマンよろしかったら見てください。こういうシリーズってね、当たり役でやってた方が出ないっていうのもあるんですよね。まあ出ないっていうかもし作られてもっていうのもあって、一番最初にこの番組の名前のお話した時にキックアスって出てきたと思うんですけども、このキックアスに出てるヒットガール役で出てるクロエ・モレッツも、まあ、1、2っていうか出てるんですけども、キックアスが。で、もし、3話目ができたらどうしますかって聞かれてて、ずっともう3話目は出ないと。やっぱりこの、ヒットガールっていう、まあ、キャラクターがいるんですけども、それにはもう自分は合わないんだっていうね。まあこの役者さんだって、女優さん役者さん本人がねもう
その役には合わないっていうふうにして、あの降板というか、まあ、出ませんっていう、方もやっぱりいますので、今回のこのルビーローズさんも、まあ、そういったことがあるのかどうか分かりませんけども、まあ、出ないっていうことなんですけども、まあバットウーマン自体は面白いので、もし出たらまた皆さんね、よかったら見てくださいということでね、今回、皆さんにお話したのがあのバットウーマンっていうね、テレビドラマでしたけども、そろそろね、もう時間の方もいい時間になってきましたのでね、またね来週にお会いしたいと思いますけども、本当に近々ちょっと、とあるところに行ってきて、まあ、そのお話、映像は別として、そこに行ってきたお話とか、いろいろできたらいいなと思いますので、よろしくお願いします。あと、まあ、これ、もしかしたらなんですけども、今ずっと収録でやってますけども、来週10月に入って、まあ、番組編成みたいのがあって、もしかしたらの初めての生放送で、行うかもしれませんので、まあ、その時はその時でよろしくお願いします。ね、もう生放送で直接ね皆様のなんだろう、コメントね、いただくのを楽しみにしてはいますので、うん、なんだろうな、何でもいいです。つまんねえなとか、あんな、やっぱりでもやっぱり言ってたね、あんな場所を知ってる、こんな場所行きたいねとか、一緒に行きたいねとか、こんな場所があるよとか、こんなこと知ってるっていうのは本当何でもいいんで、どこどこ行ってきてでもいいですよ。よかったらどしどしね、その時ねコメントいただければね、本当に機会作って行ってきてとかやりたいと思いますので、まあ何々美味しいか食べてとか、そういうのも結構、まあ、いろんなところで見るんで、何々、まあ、ちょっと特殊なものがね面白いかなと思いますので、まあ、またよろしかったら皆さんその時に、どんどんコメントください。というわけでね、また来週お会いしましょう。キッカースウッチでした。さよなら。